じでやられちゃったじゃないですか。あんなにかっこよく勝てたのに。まあ、あれは仕方ないですよ。そうよね、相手も卑怯よね。そうですよ、終わったと思ったらまさかのナイフ滅多だし。この展開を考えた人の顔が見てみたいですよ。読んだ？この野郎。まあ、そんなに怒らないでよ。戦闘はすごくかっこよかったよ。しかも戦闘力7万台に入ったのはヨウムが初めてなんだよ。そうなんですか。私はいなかったからわからないけど、確か設定では最後の霊夢、霊戦線の時の霊夢の戦闘力は5万だったみたいよ。悟りの手助けで潜在能力を少しだけ解放した時だよね。ってことはヨウムさん今、私たちの中では最強じゃないですか。そうなんですか。なんか照れますねー。ヨウムすごい。バカにしてますよね。でも、それならなんで私はこんなに早くに脱落させたんですか。私がいれば戦闘も楽だったじゃないですか。え、だってあそこでヨウムがやられないとマリサとパチュリーの本気の勝負をするきっかけが作れなかったんだもん。それにヨウムがあそこでやられた方が霊夢の士気も上がってより一層大会が。やめて、見たいどころのレベルじゃないわ。まあ、ヨウムは早めのお休みということで、私たちの応援お願いね。そうですね、こうなったら精一杯応援しますよ。あれ、いきなりテレビがついたね。あの二人は。ヨウムー早くこっちにおいでー。こっちはいいところですよー。だが、なんか怖いんですけど。あなたが来ないなら私たちが迎えに行くわー。待ってなさいよー。え、こっち来るんですか。だが、怖い、来ないでください。来ないでくださいー。コウマ観戦お疲れ様でしたー。やっとコウマ観戦終わったわよー。まあ、なんとかコウマ館にいた3人は倒すことができたな。そうですね、でも、まさか私が最初にやられるなんて。最初、あんなに守るって言ってたのにね。お前だって、私が来なかったら大会中ずっとパチュリーの魔法でコウマ館から出られなかったんだぞ。そうだよね、あの時はすごく焦ったよ。まあ、でも最終的に、私は抜け出せたんだから良かったじゃない。たく、調子のいい人ですね。ということで今回でコウマ観戦が終わって、別の場所での戦いが行われます。その主役となるのがこの二人。アリスとセッカです。とうとう私の出番ってことね。私の真の力を皆さんに披露してあげるわ。コウマ観戦はいろいろ盛り上がってたから、私たちもマリサやレイム、ヨウムに負けない戦いをするわよ。ぜひ頑張って、脱落者を出さないようにね。そうね、油断せずに頑張るわ。そうね。これ以上脱落者が出たら後半戦に残った人が苦労しそうだしね。ほんと、すいません。でも、これからまだまだ大会が続くんだから、どんどん脱落者が増えていくわよ。そうだな、この大会で勝者はただ一人だもんな。そうだね。ということで、次回からはアリスとセッカの活躍にご期待くださいね。ご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。セッカ、恐ろしい子。もう、なんかホラーですね。そうだよ、あんな無抵抗な子に能力使うなんてねー。しかもセリフで不安と恐怖を与えないようにって。というわけで今回残虐なやり方で撃退したセッカさんに質問を設ける時間を作りました。どうぞ、セッカさん。ちょっと、私今忙しいんだからこんなことで呼び出さないでよ。セッカちゃん、あんな可愛い子に束縛量は残酷すぎるでしょ。そうですよ、どっちが悪者かわかりませんでしたよ。仕方ないでしょ、私の能力はそういう方向に特化してるんだから。今更ですけど、オウカさんとセッカさんの能力って何なんですか？私は、冬を操る程度の能力、よ。簡単に説明すると、冬に関する力を操る力ね。その中でも代表的なのが氷ね。私は、春を操る程度の能力、です。内容はセッカちゃんと大体同じで、春に関する力を操るよ。その中で私がよく使うのが桜です。へえ、見た目と名前通りの能力なんですね。ってことは、ウプ主さんも季節に関する能力なんですか？さあ、どうかな。なんで隠してるの？いや、だって秘密にしておいた方が面白いかなって。あとは季節を操る能力じゃないわよ。ああ、なんで言っちゃうかな。そうなんですか、兄弟だからてっきり季節系かと思いました。でも私たち兄弟で夏を操るお姉ちゃんと秋を操る妹がいるよ。そうなんですか、それはぜひいつか会ってみたいですね。まあ、話がそれたけど、せっかに今回について質問したいことはないかな。え、まだやるの？そうですよ、セッカさんのあのやり方は私がやられた時と似ているから、ちょっとトラウマを思い出しました。謝ってくださいよ。それ、質問じゃないよね。でも、そうね、あの子たちには大会が終わった後ちゃんと謝りに行くわ。うん、相手もやられる覚悟で大会に挑んでるんだから、きっと許してくれるよ。そうだよ、あと質問じゃないけど、これからすごく大変な戦いになりそうだから。頑張って勝ち残ってね、セッカちゃん。うん、頑張るよ、オウカ。それじゃあ、今回はここで終わりたいと思います。セッカとアリスも頑張ってね。任しときなさい。セッカさん、アリスさん、ファイトです。
それではご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。最強祭りじゃ、わっしょいわっしょい。どうしたの、うぷむし。なんか、幻想郷最強クラスを出しすぎて、戦闘シーンをどうしようか悩んだり、今回の話で出てきたキャラが多すぎたから編集が今までより多くなったというのもあって、現在脳内を祭り騒ぎ、だそうです。脳内を祭り騒ぎなのはいつも通りだけど、こうもうるさいとトークができないわね。少し黙らないと私の無双封印が炸裂するわよ。何のことかな。あ、戻った。まったく、まだ中盤なんだからしっかりしなさいよ。いやーさすがに多すぎたね。今回の動画で11キャラ出してるけど、もう編集が大変で大変で。でも、それを編集するのがうぷ主の仕事でしょ。しっかりしなさいよ。そうだよ、ゲーム実況を犠牲にして、今全力でストーリーを進めてるんだから、視聴者さんに楽しんでもらえるように頑張らないと。そうだよね、手抜きはしたくないから、時間はかかるけど頑張っていくつもりだからね。そうね、あと今回最強クラス4人出てきたけど、本来幻想郷最強クラスって何人いるのよ。そうだね、他は違うかもしれないからパトパトチャンネルの設定ということで言うなら、最強クラスは8人です。8人もいるの？しかもそのうちの4人がいるなんて、恐ろしいね。まあ、昔のことだから言いたくないけど、その最強クラスの8人って私も入ってるのよね。え、そうなの？うん、劇中のアリスが言ってた、前世紀の頃の霊夢が最強クラスだったんだよ。まあ、最強くらいじゃないと異変解決とかできなかったからね。ここ最近は平和そのものだったからかなり力が落ちちゃったけど。そうだったんだ。つまり、これからの霊夢に乞うご期待、ってことだね。さあ、いつになるかねー。それじゃあ、今回はここで終わりたいと思います。次回は最強クラスの戦いが繰り広がっていく中、結果ちゃんとアリスさんはどうなっていくのか。次も見逃せないわよ。それでは、ご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。迷いの竹林戦、お疲れ様でしたー。お疲れ様でしたー。こんなに多いと大変だね。さすがにここにいる人全員喋ってたら何分あっても足りないから今回の MVP である諏訪子さんにコメントお願いします。私、他の人も頑張ってたのになんで私なの？だって迷いの竹林戦ではなんと戦闘フル参加で、もう役者も顔負けの演技力、もう、諏訪子以外はいないよ。確かに、戦闘フル参加はちょっと疲れたよ。しかもかぐやにエイリンってどんだけハードなのよ。って思ったけど最後までなんとか戦い抜けたからよかったわ。そうだね、でも、すごく激アツな戦いをありがとうございました。これからの戦いも会場の方でゆっくり見ていてくださいね。うん、お酒を飲みながらゆっくり見てるよ。それでは次回からの主役となる、大岡さんから一言お願いします。そうだね、次回からは私一人での行動だから、少し心細いけど、頑張って勝ち残っていきたいと思います。そうだね、大岡の相手は危険な感じがする人たちが相手だから気をつけてね。そうだね、なんかすごく嫌な感じはするけど、私も頑張って修行したから全員倒すくらいの勢いでやっちゃうよ。うん、頑張ってね。それでは、今回の実況を終わりたいと思います。それでは皆さんご一緒に、ご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。大岡、美しすぎるんだぜ。ついに惚れてしまったんだぜ。そうだよね、式解放してから口調も変わってなんかいつもの桜花じゃなかったよね。でも相変わらず霊力をまんべんなく使うわね。そうだな、固有結界に完全詠唱のスペルカード、そして詠唱中の霊力とかものすごい量の霊力がいるんじゃないのか。実際私があれをやれって言われたら絶対にできないわ。まず、霊力が持たないわ。ってことは桜花ってものすごい量の霊力を持ってるんだな。というか、桜花の霊力はなくならないんだよ。なくならないって、無限ってことか。いや、上限は決まってて、それ以上の霊力を一気に使ったらダメらしいけど、上限以下の霊力なら永遠に使い続けることができるみたいよ。それってほぼ無敵じゃないか。でも、その代わり、基礎体力とかのステータスは全部平均以下だけどね。うん、だから永遠に使えるって言っても体力が消耗するから結局少ししか使えないんだよね。なるほどな、完全遠距離型って感じだな。逆に石化は霊力は平均くらいだけど攻撃に特化した感じだよね。近距離と遠距離の両方が可能よ。私、万能。でもスペルカードとか光線とかの勝負だと石化は桜花に勝てないじゃん。うるさいわね。そろそろ時間が来ましたので終わりたいと思います。次回も絶対に見てくれよな。約束だからね。それでは終わりたいと思います。ご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。お前たちに物申す。あの、いきなりどうしたんですか？そうだよ石化ちゃん、いきなりびっくりしたよ。あんたたち、前回の動画おかしいと思わなかったの？何かおかしいところあったっけ？あの俺どこかミスとかありました。いやゴーチ君は頑張ってたよ。いや役だったよ。
ありがとうございます。いや、ゴーキくんが問題じゃないわ。問題はオオカの血のりよ。え、私、オオカはゴーキくんの剣に刺されたのよね。うん、名演技だったでしょ。でもね、なんで刺されて頭から血が出てるのよ。え、そうだっけ。前回のオオカの血のりバージョンを表示します。オオカ了解、これです。せめて敵からちょうだいか。ひ、すいません。誰よ、オオカの血のりを塗ったのは。僕です。センスないわね。すいません、次回からはもう少し気をつけます。どうしたの。ここのリーダーは確か僕ですけど。大変っすね。うん、でもせっかに任せてたら心配ないんだよね。あ、わかるわかる、とっても頼りになるよね。オオカさんはとりあえず血のり拭いてください。あ、そうだね。あんたたち、まだ説教は終わってないわよ。なあ、今の現状を整理してみようなんだぜ。さっきマリサとアリスがここに飛ばされたから、残りは5人よね。それで今遺跡に入ってるのが、霊夢、レミリア、フラン、謎の男、パト。パトが最後に残ったらまずいでしょ。うん、確かに、他の4人に比べたら、場違い感がすごいね。私はわからないんですけど、今のウプ主さんはどれくらい強いんですか。戦闘力500ってところかしら。待て、でも能力とかもあるんだろ。だったらなんとかなるんじゃないか。確かにそうだけど、今のパトの能力の完成度を考えると、ねえ。私たち、残すやつ間違えたんじゃね。間違えてないよ。失礼な。絶対に勝ち残ってやる。ご視聴ありがとうございました。動画は楽しんでくれましたか？くれましたか？気に入ってくれた人はチャンネル登録してね。してくれたら嬉しいな。私はもうしてるわ。次も気になりますしね。過去の動画は再生リストで確認できますよ。しっかりまとまってるから見たい動画がすぐに見つかります。それはぜひ見ないとね。見てねー。次の動画までお別れですね。また次の動画で会いましょう。約束ですよ。それじゃあ次回も、お楽しみにー。